はい、こんにちは。中3数学予習講座。今日はね、y は ax 二乗の関数の、5回目。これね、y の変域っていうのをやっていきましょう。さあ、今日はね、もう変域の練習です。まあ、変域っていうのはどういうことかっていうのをね、やりながら説明していきます。さあ、例題。y は2分の 1x 二乗。で、x の値がマイナス2乗4以下の時の変域を言いなさいと。まあ、どういうことかっていうと、ね、y は2分の 1x 二乗のグラフがあると。ね。で、グラフイメージしてください。x 軸、y 軸。x がマイナス2から始まって、0を通って4まで動くと。ね。この時の変域っていうのは、まあ、y の動きですね。y がどうやって動くかっていうことを y の変域っていうんですけど、ちょっと一次関数と違うところなんです。じゃあちょっと見てみますよ。y は2分の 1x2 乗。ね、マイナス2から4までです。x がマイナス2から4まで。0の時は0ですよね。で、マイナス1の時は、ね、2分の1ですよ。2分の1。そして、マイナス2の時は2が4の半分ですから、2ですよね。2で始まってですよ。一旦0になって、2分の1に、3の時に、サザンが空ですから 4.5。ね。ちょっと短いですけど、4の時、4、16の半分ですから、8になるでしょ。ね。8になりますよね。で、y の動き見てください。2で始まって、で、一旦0まで降りて8まで上がってるでしょ。ってことは y の変域って言われたら最低値は0ですよね。で、8が最高でしょ。ですから、この時2の y の変域って言われたら0以上8以下なんですよ。2は無視なんです。2で始まって0まで降りて8なんですから、y の値は、これね、0から8でしょ。だから0以上8以下なんです。これちょっと注意するね。さあ、じゃあこれもう一つ。y はマイナス x2 乗で、マイナス3以上2以下の x の時の変域を言いなさい。さあ、これも同じなんです。グラフを簡単に書きます。x 軸 y 軸。さあ、x がマイナス3から x が2までなんです。こっからここまでなんです。ちょっとグラフ簡単に書いてみます。x0 の時は0ですね。ね。1の時はマイナス1ですよ。ね。マイナス2の時はマイナス4ですよ。で、マイナス3の時にはマイナス9だよね。サザンが9だから。じゃあ、マイナス9からスタートして、マイナス4、マイナス1、0まで行って、さあ、x2 までです。1の時マイナス、2の時2が4、マイナス4ですよね。こんな感じ。そうするとね、最低はマイナス9ですよね。一番ちっちゃいのがマイナス9です。そして、一旦0まで上がってって、で、マイナス4まで下がってるね。そうすると、最低値はマイナス9ですね。最低。で、最大は0でしょ。ね。ってことはね、y の変域はって言われたら、マイナス9以上、0以下なんですよ。すいません。y ね、これね。マイナス9以上0以下なんですよ。このマイナス4は無視なんです。ね。y の値はマイナス9から0まで動くわけですから、マイナス9以上0以下になるわけです。いいですか？ね。はい、じゃあ、練習してみましょう。次の関数の変域 y の値の範囲を言いなさい。ね。さあ、y は x2 乗で x が0以上3以下の場合。さあ、簡単にグラフを書きます。0の時は0ですね。で、1、2、3まで。ね。さあ、1の時は1。2の時は2が4。3の時にはサザンが9です。
そうすると0から始まって最大は9ですね。最低は0ですね。 y の変域は0以上9以下になります。2番 y は4分の 1x2 乗でマイナス6以上4以下の x の変域、x はマイナス6から4まで動くわけです。さあ4分の 1x2 乗ね、もうそんなにいちいち取らなくていいんですよ。0でしょ、11が4分の11の時、2の時2人が4で、13の時2分の94の時4子16で4で、5の時無視してさマイナス6の時には6636の4分の1ですから9ですよね。9からスタートして一旦0まで降りていきます。さあそして4まで登っていくわけです。こういう風になっていって、さあ4の時には四子十六の4分の1ですから4まで上がりますね。そうすると9まで上がって0まで下がってまた4まで上がるわけですから、 y の変域の最大は9ですよね。マイナス6の時の最小は0ですよね。 x が0の時だから4は無視して書くわけです。最小が0で最大が9、0以上9以下になるわけですね。じゃあ3番、今度 y はマイナス 2x2 乗で x の平均が x の値がマイナス1以上2以下の場合、さあグラフはこうやって下向きになります。さあ0マイナス112、さあ x の値はここからここまでになります。さあ0の時は0ね、1の時には11が1でマイナス2ですね。マイナス2からスタートして0に上がって1の時マイナス22の時2人が4のまた2倍ですからマイナス8ですよね。じゃあもう一回確認します。マイナス 2y の値はマイナス2で始まって一旦0まで上がってそしてマイナス8まで、下がっていく。そうするとね、最大は0でしょ、最小がマイナス8ですから y の平域はねマイナス8以上ゼロ以下っていうふうになるわけです、ね。さあラスト4番、 y はマイナス3分の 2x2 乗の、x の値がマイナス6以上5以下の時、y の変域、マイナス6から0通って5です。0の時には0になります。さあそれでいろいろ動いていってマイナス6の時には6636のマイナス3分の2倍ですからマイナス24だね。これねマイナス24から始まってこういうふうな放物線になって、でそして5の時5525の3分の2ですからマイナス3分の50ね、マイナス16と3分の2半端ですけど4の時にはマイナス16と3分の2まで行ってこれが、グラフで y の値はマイナス24から一旦0まで上がってマイナス16分の30、16と33分の2まで下がりますから最大はやっぱり0なわけです。最小がマイナス24ですから y の変域は0以上マイナス24以上0以下ということになるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。